方は因果関係を表す動詞を見ていきましょう。因果関係とは、原因が結果を導くといった関係のことを言います。今回は8個紹介するので、例文とともに覚えていきましょう。最初はリードトゥーです。画面の例文を見てください。ヘビーローテーションの成功が AKB48 が国際的に認知されるきっかけとなると訳していますね。まさに原因結果を表しています。続いて構図です。こちらは総選挙の導入が競争意識を生み出すと訳していますね。例文とともに覚えましょう。三つ目はキブライストゥーです。感動的な卒業スピーチがメンバーやファンの涙と心からの反応を引き起こすと訳していますね。続いてリザルトインです。総監督としての献身がメンバーからの尊敬を得る結果となると訳していますね。続いてブリンアバウトです。劇場設立がアイドルとファンとの密接な交流の新しい時代をもたらすと訳していますね。続いてコントリビュートトゥーです。存在感とエネルギーが目立つパフォーマーに押し上げて、グループ内外で広く認知されるようになると訳していますね。続いてトリガーです。純粋なアイドル像が伝統的なアイドルのコンセプトへの再考を引き起こすと訳していますね。塩対応が興味を引く新しいアイドルキャラクターを生み出す要因となると訳していますね。